はい、ふうです。こんにちは。皆さん、2024年もどうぞよろしくお願いします。私は実家に帰りまして、一泊だけでしたけれども、母と一緒に近所の小さい神社に行ってお参りをしてきました。実家のね、廊下にとっても日当たりの良い場所があって、そこにソファーがあるので、一日中座ってだらだら美味しいものを食べておりました。あとね、学生時代ずっと使っていたサックスがしまってあるので、ほこりだらけでしたので、お掃除したりして過ごしました。皆さん、どんなことをして年越しを迎えられましたでしょうか。これはお家のお庭です。では新年一発目ですので、一人暮らし、パートナーなしのアラフォーの私が強いメンタルを保つためにしていることをお話ししたいと思います。では1つ目、もう何回も言ってることなんですけれども、体の健康は心の健康に直結するので、バキバキに運動をして強い体を作っておくということです。体を動かして、汗をかいて、基礎代謝を上げて、しっかりお腹を空かせて、美味しいものを食べて、いっぱい眠るっていうですね、好循環ができると、何をするにも、よっしゃ今日も頑張ろうっていうポジティブな思考になれると思うんですよね。ね、ちょっとこのレオタードすごい腕太く見えるよね。ちょっと嫌だな。今日はブルーのレオタードです。稽古に行くとね、いろんな上手な美しい方がたくさんいて、私はいつも元気をもらっています。一人でやるね、スポーツも楽しいと思うんですけど、誰かと一緒にやると仲間も増えて、さらに面白くなりますよね。それから流行りとかトレンド、人の意見に流されないように、自分の軸を持っておくということも意識しています。もちろんね、流行ってて可愛いもの、なんかスイーツとかね、買ってみたいなって思うことももちろんあります。 100% そうじゃなくてもいいと思うんですよ。でも私は私の体のためにこれを食べるとか、私は自分が気に入っているからこの場所に行くとかですね、自分基準で考えれば人と比べなくなると思うんですよね。そんなのやめた方がいいよとかね、周りの人はみんなこう言ってるよとか、口を挟んでくる人もいると思うんですけれども、まあそれはそれで意見として伺って、最終最後判断する、決断するのは自分なんだっていうですね、基準を心の中に持っておくと楽になると思います。私は質素なご飯が好きなので、いつもこんな感じで食べています。そして疲れた時にしっかり休める体勢を作っておくということです。ソファーにね、お仕事用の椅子をくっつけて、あったかい湯たんぽをお腹に乗せてお昼寝しています。睡眠時間削るとね、本当に判断能力鈍りますからね。疲れた時は、これセブンイレブンでね、ロフトのバスソルトが売ってたので買ってみたんですが、いい香りのお風呂に入って、あったかいベッドで眠りましょう。どうか皆さんが穏やかな気持ちで新しい年を過ごせますように。また次回お会いしましょう。バイバーイ。